ニキエミル、アントニオ・マエンパーは、フィンランドエスポー出身のサッカー選手。セリエ A ・ベネツィア FC 所属。ポジションは GK。元フィンランド代表。HJK ヘルシンキでプレーを始め、2003年に RC ・ランスの B チームとプロ契約を結んだ。2006年冬、シーズン終了までの契約で、オランダのテルスターに、レンタル移籍。2006年6月、 結局トップチームの試合に出場することなくランスを退団。2006年夏、エールステディビジの FC デンボスにフリーで加入。すぐにレギュラーを確保し、3シーズンで67試合に出場した。2009年夏、契約満了でデンボスを退団。デンボス退団後、エールディビジのビレム2にフリーで加入。2011年夏、クラブのエールステディビジ降格に伴い退団。 2011年10月、AG アルクマールにフリーで加入。AG では、フィンランド代表で、チームメイトのニクラス・モイ・サンデルと同僚になった。しかし、エステバン・アルバラード、エリック・ハイブロックからポジションを奪えず、わずか1シーズンで、AG を退団した。2012年5月、エール・リビジの BBB ・フェンローと3年契約を結んだ。レギュラーポジション確保に成功し、 特に2013から14シーズンはサポーター投票でチームの MVP に選ばれた。2015年夏、契約満了によりフェンローを退団。2015年7月、ブライトンホーブ・アルビオン FC にフリーで加入。2018年8月1日、ブリストルシティ FC に移籍した。2021年2月15日、1年の延長オプション付きで、 セリエ B のベネツィア FC へ加入した。2021年6月、クラブとの2年の契約を延長した。各年代でフィンランド代表に選出されている。2008年6月に開催されたベラルーシ戦でスタメン出場し A 代表初キャップ。2012年はレギュラーとして起用され、10月の 2014FIFA ワールドカップ予選、ジョージア戦など6試合に出場した。 ありがとうございます。